はいどうも、イズロクのイズです。今回はね、ようやくスキー場のバイトが終わって、次の場所に移動して落ち着いてブログとか動画も新しく撮っていけるようになってきたので、まあそれの更新になります。であと2020の目標をどれくらい達成できるかっていう部分において、まあ新しく手は打ったので、まあそこら辺を、まあ、ぼちぼち誰に向けたものでもないですけども、まあ、自分が自分に対してどこまでできるかっていうものをもう一回再確認するための動画でもありますね。では行ってみましょう。でまず、まあ、今年のテーマとして英検準1級を取るっていうものがあります。でまあ英検準1級は去年、2回落ちて、まあ、これ次3回目受けるつもりでいます。まあ、次の5月までにねコロナがどれくらい収まってるかは分かりませんが、で英検準1級の、まあ、これダメだな、自分に足りないなって思ったものはこれですね。はい、まあ、英検とはちょっと違いますが、本格翻訳のソフトを買ってみました。まあ、なんでかっていうと、2020の目標として在宅の翻訳の案件は1回受注はしてみるっていうもので目標は立てたので、ちょっと本格的に、まあ、本格的にやってる人から見れば、まあ、あんまり本格的なもんじゃないよっていうのはあると思うんですが、まあ、一応翻訳っていうものをどういうふうにされるのか、まあ、Google 翻訳の機械翻訳よりかはちょっと、なんだろうな、違うテイストっていうのは見てみたいなって感じです。まあ、実際英検とか英検の文章をそのまま打ち込んでもちょっと違うんですよね。だからちゃんと翻訳として出ているツールがどの程度なのかをちょっとそれと比較して、まあ文章力鍛える意味合いで買ってみました。で次がネイティブがよく使う英文法、これも Amazon で買ってます。でなんでかっていうと、喋るときに使ってる文法と僕が英検準1級のライティングで使ってる時の文法絶対違うっていうふうに最近気づき始めて、ちょっとこれってどうなのっていうので自分の素朴な疑問を解消するためにちょっと買ってみました。であとスピーキングは絶対的に英検をね取るためには足りなさすぎるから、ちょっと参考程度にっていうか、これを落とし込んで、できるだけスピーキングで2次で受かれるようにするためのものですね。で、はい。で、こちらが文法英文読解。まあ一応1次ですね。僕の今の現状として1次の単語力も文法力も足りないということなので、特に長文読解が一番ダメで、あとはそこをちょっと強化して辛くも英検の準1級受かれればなっていう感じで、買ってみました。はい。で、あとはこれらを次にベースとなるのは、まあ、やっぱり英検準1級なので、まあ一応これは回答かな。まあ一応過去2回分受けたやつと、まああとはその過去の分ですね、2019の6月12月実施、まあそれを印刷したやつですね。まあこれも印刷したやつを一度、まあ、ベースで過去問解きながら文法力と語直も増やしつつっていう風なスタンスと、あとはその他翻訳の文章でいろんな単語に触れるっていうこともやっていきつつ、まあここら辺の文法も、まあ、ガラ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 全部に触れて、まあ、とにかく今は幅を広げて、広げた幅をなるべくそこから深く掘り下げていくっていう感じでやっていければどうなのかなって感じですね。1700、まあ40点ぐらいは取れたので、まあ次こそ受かれるかなって感じですね。なので、まあ英語に関してはこんな感じです。